こうやって食べるやん。はい。やってみ。ほんまや。絶対ダメや。お口開けてください。口元美容香織です。あ、どうもこんばんは。すいません、ネタ思いつかなかったです。若林です。どうもよろしくお願いします。いろいろ来たかな。いろいろすぎてわからん。かまかった。いやほんまに、まあ一人の人間から生まれるのはそのもん。そうだもん。限界あるんですよ。限界あるな。ちょっと限界来たから。か、皆さんあのネタください。若林オープニングネタを。はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。はい、どうなの。そう、そうそう、私はね、口元美容いうチャンネルやってんねん俺。はい。やっぱりさ、よく見えた方が嬉しくない？まあ絶対そうですね。そうやんな。はい。で、特にマスク取るから、口元って、うん、今までと違うやん。うん。マスク美人とか言われてたのに、これ取って、しもって、正体バレたらどうしようとか思ってる人とかもいてるかもしれへんやん。あ、はい、男性もそうや、印象変われへん。まあそうですね。なんかね、僕ね、あのここのアルバイトの子に聞いたことがあるんですけど、うんうん、目元のメイクが強いやつは大体マスク美人でマスク詐欺やとかって聞いたことあるんですよ。へー。そんなの僕あんま思わないですよ。まあ、男も女も目化粧カーってキッチンやってる人。そう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 。あんま分からんけどなみたいな。ほんま、うん、なんか言うてます、ね。いや分からん、僕もそう。もうちょっと疲れてさ、真っ黒真っ黒なんで落ちて落ちてしてるけど、これは分かんない。どうやる。いや先生は全然マスク取っても大丈夫ですか。はい、全然もうバッチリっす。ありがとうございます、はい、なんかそうっていうの聞いたけど、でもね、結局その場で当たり前ですけど、マスク剥がせる機会なんかほとんどないじゃないですか。まあまあまあ、うん、そうやな、ね、剥がせるというか、そのなくせる機会ってあんまなかったりするから、あんまりマスク詐欺かどうかって分かんなかった、ね。でもさ、今後はさ、ご飯食べに行ってマスクして、どうもーって言ってて、はい、ご飯食べる時撮ったら、うわ別人とかあるんじゃん。あるでしょうね。なあ、そうならないためには先生どうすればいいんでしょうか。何したれ。男性ってどうしてんの。私らは当然ほうれい線が赤くならんようにとかって笑顔作る練習してみたりとか。鏡を見るやん。私はその絵を作る練習というよりも、はい、筋力衰えるのかなんな思ってるから。あ、筋肉の体操はいろいろするわけよ、はいはい、ベロも含めてな、うんうんうん、でそういうの患者さんにもお伝えしてるから、はい、無呼吸症候群とかならんようにベロとか唇鍛えとかないの、はい、更年期来たらな、筋力落ちるからな、はい、そんなことはするけども、男性どうしてるんかな思って。あ、僕ね、ちょっとね、今日ね、髭剃るのをサボったんですけど、僕実は脱毛したんですよ。髭あるやん、でも。まだ残ってるんですよ。あ、そうなんや。それね、僕9回ぐらい照射したんです。あ、何？レーザー？あの、医療用のレーザーです。おー。で、パチンパチンパチンって。痛ないん、それこそ。痛いんかーい。あれこそ痛い。あ、でも、ね、めっちゃ覚えてるんですけど、9回やったうちの初めの2回目がめちゃめちゃ痛くて、へー、あとはまあまあ痛いっちゃ痛いけど耐えられるレベルだった。あとはなんかそのやる前に表面麻酔みたいなのをセルフで塗ってやったりとかしますね、うん、それで多少麻酔みたいな。やっぱり男性もその、はい、この周りの見た目とかを気にしてるってことやな。今気にしてる人めっちゃ多いと思います、男性も。僕の友達周りでも結構みんな男でですよ、男性脱毛やってんとかやんねんとかってめっちゃ聞きます、ね、そう、すごい時代やね。そう、普通やねや。やっぱメイクする人っていうのはね、友人じゃかなりいないとかちょっとパッと出てこないですけど、まあでも今メイクも男もするっていう時代らしいから。スキンケアはする。それサボってるんですよ。サボってるってことはやる気があって家にはあるってこと。あの昔化粧水とかはありました。効果あるんかなみたいな。まあ若いからな、若いからそんなに。私はもうちょっと塗ったらもうシューって吸い込んでなくなる。あれ塗ったのに吸い込んでなくなる。ガッサガサやからさ。でも僕結構興味はあるのはあって、うん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 、なんかこうそういうお話もこの動画で聞けたらなあ、すごい思ってます。それは男性もそんな鏡めっちゃ見て
回笑う練習とかしたりするんかな。笑う練習はこの角度やなとか、この角度やなとか。いやいやいや、僕ね、でもね、笑顔の練習してたことあるんですよ。あるんや。いや、なんかね、ほんまに何を思ってたんか、僕高校生ぐらいの時に、いや、スマイルでちょっと人を心動かそうっていう、いや、きっかけがあったわけじゃないんですけど、いきなり思ったら、なんでなんかな思ったんですよ。別に誰かに笑顔がキモいとか不自然って言われたこともないし、うん、どちらかというと僕昔からよく笑う子やったんですけど、うん、何を思ったんかちょっと笑顔で打ったろと時はあったですね。で、だからそれ今はもう生きてるのかどうか分かんないんですけど、はい、っていうことはありましたけど、普通はもうないんじゃないか。あ、そうか。ただやっぱりキモジャはちょっとねみたいな、美意識はな上がってきてんねんな、はいはいはい。やっぱりもうみんなやっぱり鏡を見てほしいと思うね。で、ここの差、右と左、バランスどうなんやろうとか、笑った時に片っぽだけ上がるとかさ、いがむ人多いやろ、はい、自分はちゃんと左右対称に口上がって笑えてんのかなとか、そういうのをほんまに観察してほしいなと思う。あ、目の大きさとか、これって顎を歪んでたら目の大きさとかが変わってくるの、はあはあはあ、片っぽ目パチッと開いてるのに片っぽなんかちっちゃい力ない目になったりとか、ここが短いわとか長いわとか、はい、で肩の位置は肩片っぽだけ上がってるとか、これもう全部顎歪んでんねや。確かに僕ちょっとね肩のライン違ったりする時あるんですよ。歪んでるんですね。その辺とかやってくれ。ほんま矯正でちゃんと顎を直せへんかったら、今の特徴が年々現れてくるわけだから。 あれですか、もっと年取ったそら知らんけど、トークのお姉ちゃんに書いて、ね、それから聞ける。ならんようにちゃんと今をチェックすんねやん、ちゃんとみんなな、はい、鏡で、うん、そう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 、ちゃんと笑ってる時に口角が左右対称に上がってくれてるかなとか、この距離が一緒かなとか、目の大きさが一緒かなとか見てほしいな。わからへん、割と等しいようにも見えるけどちょっと言われるな、ちょっとこっちこっちが短いんちゃう短い。ああほんまや、なんか言われてみたわ。そう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 、それはもう顎の歪み。なるほど、始まってますね。そう、だからこう変な癖持ってる人とかもそう、これいつもこうやって、あああるよね、うん、これ歪んでくるから絶対歪んでくる、はい、でご飯食べるときに、はい、テレビを見ながら食べる。しかもえダメなんや、テレビが横にあるってなったら、はい、こうやって食べるやん、はい、やってみ、片っぽでしか噛めへんわ。ほんまや、反対見てみ、ほんまや、歪みますね。毎日やっててみん、絶対歪む。うわー、え、知らんかったそれ。え、知らなかったっす。あー、そう、だから日常生活どんな風に過ごしてるかで、はい、自分は自分で歪めていってる可能性もあるから、あー、美のチェック、顔のチェックしていかなあかん。ちょっとそういう美容系のね、ちょっとよりイケメン美女になっていく秘訣みたいなのやっていきたいですね、うん、はい、はいはい、ぜひ皆さんにお届けしたいと思います。まずは鏡を見てその前にチャンネル登録鏡の前にチャンネル登録と高評価ボタンを押して鏡を見ましょう